衣装や物販をベンツで運ぶシンガーエミー。この日はリリースライブ、会場は高級レストランだった。結構何回かやってるんですけど、お気に入りです。世界的な名門音大バークリー出身だが、そこで彼女は思い知らされたことがあった。バークリーで超自信なくなって、歌うの嫌だなって思うぐらいだったから、すごいこうディーバみたいな太い声が評価されてたから、学校内で。だからなんか逆にそういう声じゃない自分はなんかこうダメなんだっていう方に行っちゃって、人前で歌うのがちょっと嫌だなってそう、なんか学校の中の授業で歌うのとかもすごい嫌だった。その挫折から立ち直ったのは帰国後、自分の曲を作るようになってからだった。エミが作った曲だからエミにしか歌えないっていう、そういうなんか心の変化があったかな。この日は新曲を5曲披露する。本番前の彼女はちょっと挙動不審だった。知らない歌詞だよ。あれ知らない歌詞って自分で書いてんじゃないの自分で書いた知らない歌詞その訳はリハで。大丈夫、リハで間違えた時は本番で成功するそんなこともあって間もなく本番を迎える。待ってるよ。5曲もある新曲、一瞬の笑顔の後表情は引き締まった。そしてライブは緊張の新曲から始まった。緊張感から解きほぐされる、そんな瞬間、そんな空気感がエミーは大好きだ。二度と来ない大事な時間かな。でもその瞬間はその瞬間でしかないから、そういうなんかプラスマイナスもひっくるめて楽しいひとときがみんな過ごせたら嬉しいって思いながらやってる。共にライブを楽しんでくれる人々のために作った曲がある。どうにかして感謝の気持ちを伝えたいと思って、エミが伝えるには歌だと思って皆さんのために書いて歌ってる曲なので、ぜひ跳ね飛ばさないで受け取ってくださいありがとうございます。